鈴木康平は、日本の政治家。第七代愛知県豊田市長。愛知県豊田市上里町出身。1954年、高橋、村役場に奉職。23歳の時に父を亡くし、以後、母と定前4人の一家の柱となる。片原愛知県立朝日が丘高等学校の通信課程と、夜間の愛知大学短期大学部法教科に通い、 1965年、同大学を卒業する。豊田市役所で秘書課長、広報課長、総務部長などを務めた。1992年4月1日、豊田市条約に就任。1999年10月15日、豊田市長の加藤昭一は、任期満了に伴う豊田市長選挙への不出馬を表明。自民党系と全豊田郎連携の審議で構成される。 市議会の与党会派、市政クラブは、直ちに後継者の人選に入る。当初トヨタローソは、時代にあった、新感覚の人をという考え方を打ち出していたが、反発が予想以上に大きかったことから、11月末に、思え政クラブに対し組織や系列から出す意思のない、ことを伝えた。同年12月15日、同クラブは総会を開き、後継候補として、 鈴木の擁立を決めた。12月22日付で助役を辞職。2000年2月6日に行われた豊田市長選挙で日本共産党愛知県委員会労働部長の元村英一を破り初当選した。同年6月、財団法人2005年日本国際博覧会協会副会長に就任。2004年再選。2005年11月。 中核市市長会会長に就任。2008年3期目の当選。2009年愛知県市長会会長に就任。2012年2月人気満了により豊田市長を退任。2013年4月29日朝日中受賞受賞。市内元城町に建てられた豊田エコフルタウン。ありがとうございます。